天気がいいですね、うん、あ、そう、スマホなんかされてるんですか。いえいえいえ、距離、家から何キロ歩いたかって。家から歩いて来られたんですか。すごいな。何キロぐらい歩かれるんですか。今家から4.3キロ。おー、すごい。あのスマホなんかもしねされておられたらね、はい、こういうのを今私やってまして、またちょっと Google かなんかで、あの誰かに、娘さんでもおられたら、それでお元気ですね。でもね、すごい歩くのが早いですからね、追いつきませんわ。あれが三瓶さんです。どれがですか。台形の台の方。 あれが三瓶さん。へえ、あ、そうですか、はい、あの私何も知らんもんで、ここまでだから、ここまで来たら三瓶さんとあの大山の三個峰とあれが見えるんですよ、はい、三個峰って大山のお山の左側にありますでしょ、うん、ちょっと あなるほど、肩のとこ、大山のお山があって、その左ですよ。左、あ、左、こっち、あ、左、あれですか、はい、あれが最高峰ですか。三個峰、これが大山です。大山、三個峰いう大山の隣の山があるんです、うんうん、あっちのね、うん、左側、へこれが大山のお山で、うん、で三個峰があって、ここから三瓶さんが見える。三瓶さんと中海と、あ、中海ね、中海、へえ、日本海、あ、新宿見える時ありますよ。ああ、そう、あの沖ノ島も見える。へえ、沖ノ島はここから、へえ、もうちょっと下ったところね、はいはい、右の方から、あ、ここから、あ、ここの下の方でね、下の方からずっと右の方を見たら、うん、あ、島根半島が、なるほどね、境港の向こうの方でね、うん、そうですか、すごいですね。もうじゃあ、あのね、あのずっと何年か、ずっとここ何年か、毎年というか毎日毎日、もうやっと、もうここまで来るの大変ですね、やっぱ特急までですわ。はあ、天気のいい時はね、はい、どちらのあのなんかあの町なんですか。あのこの下にあのホテルがありましたやつ、大山ホテル、あります、あります、はい、あそこの周辺の住宅地です。あれですか、あの、あれ別荘地のところに住んでおられるんですね。別荘ってそんな大層なもん違いますけど。ああ、そう、それのね、あの散歩のね、あれにね、ずっとそれ取ってね、入れてありますんで、あの。そうなんですか。ええ。でもお元気なのはすごいですね。もう、ここで目いっぱいです。もう弱すこまで、突き当たりまで行きません。突き当たりはね、かえって大山見にくいんですね。あの手前のあれが山が邪魔してて、この辺が一番ですわ。水道のなんかがあるんで、あの奥もずっとありますよね、道はね、とりあえずね、ありますけどね、ちょっと行ってみようかなと思って。ちょっとあれですよ、わかりませんけど、あの歩きにくいですよ。ああ、それでその山の中にね行くと、ちょっと行ったらなんか大きい道路に出そうな感じ。横手道に出ますよ。あ、出ますか。はい、でもここから1時間かかりますよ。ここから、はい、で割と草も買ってないしね、まだもうちょっと上りもありますしね、あんまり道なき道になりません。あ、そうですか。もうだからここまでは舗装してあるけど、その向こうは、あ、なるほどね、はい、しかしすごい、だけど今日はいい天気になって、まあ、いいですね、だから私はもう雨上がりが綺麗ですもんね。ねえ、これまだあれずっと天気やからちょっと霞んでるけど、雨上がりはな。ああ、そうですか。なるほど。新宿も見えるもんな。ちょっとね。中海、新宿って見えるんです。今日はちょっともやがかかってますからね。今日ちょっとまだ、ね、霞かなんかあれで。そうですね。まあでも健康が第一ですからね。ちょっとやっぱり、あ、ウォーキングなんかされると違いますでしょう、やっぱりね。え、違うんですか。どうでしょうかね。気持ちはいいでしょ。失礼します。あ、お元気で頑張ってください。どうもどうも、どうもどうも。
大山近くに見えますな。これどうでしょうか。こっち登山道も見えるでしょうか。よいしょっけ。へえ、綺麗なんだって。ちょっと今日行ってみようかな。大手道に出るぞ。大手道、大手道、大手道、あ、大手道ね。大手道、大手道って横手道じゃなかった。別荘の人だいやー、これ牛糞が全然臭くないんだよね、これね。あ、全然臭くない。ほんといい、かぐわしい匂いするわ牛糞とは思えんね、これ食べられるんじゃないかという食べちゃダメよ。完全発酵してる。全然臭くない。